ユニックスデートコマンドの実行例システム時刻またはシステム時間とは計算機科学及びプログラミングにおいて経過時間を表現する概念であるこの意味において時刻とはカレンダー上の経過日数も含むシステム時刻はシステムクロックによって生成される一定のテンポをシステム起動時に読み取ったリアルタイムクロックに積算することで 任意の開始時刻からの経過時間を求めたものである。この TIC は PC では Intel 8253チップ上のプログラマブルインターバルタイマーから割り込み、ベクタイク例を利用して定期的に発生させることが可能であり、このインターバルをシステム時刻に周期的に加算する。近年では PIT より高機能なハパッドが搭載されていることが多い。 Linux カーネルではこのインターバル回数をヘルツというマクロでカーネルビルド時に指定することができる。UnixK 並びにパズ p ックス互換なオペレーティングシステムでは例えば九百七十年一月一日零時零分零秒からウルー秒を考慮しない経過時間がマイクロソフト f t Windows NT では1六百一年一月一日零時零分からの百ナノ秒ティック単位での 経過時間が主に用いられる。システム時刻は人間にとって慣れ親しんだカレンダー時刻に容易に相互変換できる。例えばユニックスのタイムデータ型はこのような変換の一つでありユニックス時間イコール10億秒をカレンダー時刻2001年9月9日1時46分に40秒アトックに変換して表示できる。プログラミングで用いられる時間に関する ライブラリー関数やサブルーチンは一般的に時刻表現相互間の変換だけでなく、当時体、家事間、ウルー秒またユーザーのロケール設定に合わせて調節する機能もあり、時刻を適切に扱うことができる。システム時刻とともによく用いられるシステムに関する時間表現でプロセス時間がある。これはプロセス実行に用した CPU 利用時間の総計であり、 プログラム中でループ処理をしている時に費やされたユーザー CPU 時間とエグゼクやホーク等のカーネルのシステムコールを行うのに用したシステム CPU 時間の合計のことである。よってプロセス時間は CPU の命令サイクルの総数またはクロックサイクルの総数であり一般的には壁時計時刻との直接的な相関関係は存在しない。 ファイルシステムも個々のファイルの作成、最終変更、最終アクセスの時刻をこのシステム時刻を用いてタイムスタンプという形でファイルごとに記録している。例えばユニックスではシステムコールスタットを利用しクタイム、マタイム、アチメという形でファイル制御ブロック、すなわち各ファイル並びにディレクトリのイノデに記録する。初期の PC ではシステム時刻は コンピュータの電源を切ったと同時に消滅するため、軌道ごとに時刻を設定する必要があった。CP、M オペレーティングシステムや初期の Apple II、コマド PET といったコンピュータがこれらにあたる。1981年に発売された IBM PC が初めて電源を切ってもバッテリーで動作し続けるリアルタイムクロックをマザーボードに搭載してシステム時刻を 安定して利用できる仕組みを整えた。また、インターネットが一般的となる以前のコンピュータではシステム時刻がローカルタイムを暗黙的に指していることもあった。現在では、いわゆるコンピュータだけではなく、以下のような家庭用、個人用製品もシステム時刻を利用している。次に示すのは各種オペレーティングシステムとプログラム言語そしてアプリケーションで、 システム時刻を得る手法である。注意、開始時刻、限界時刻の欄に置記載しているものは、その適用するアーキテクチャの状況により結果が異なることを示す。すべての日時は、グレゴリオ歴、または先発グレゴリオ歴である。ありがとうございます。